ハリー流地球の回り方のハリーです。ハリーは世界中の面白いところいっぱい回ってます。ハリーと一緒に世界を迷っていませんか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回は北海道の網走にあります博物館網走監獄をお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。博物館網走監獄の入り口。鏡橋。網走刑務所はみんな収監される時も出る時も刑務所の外塀に沿って流れる網走川にかかる橋を必ず渡らなければなりません。川目に我が身を移し、襟を正し、心の垢を脱ぎ落とす目的で岸を渡るように、誰とはなしに鏡橋と呼ばれるようになりました。網走刑務所の鏡橋は今まで4回書き換えられていますが、この鏡橋は京都五条橋につけられている擬宝珠を模した2代目の鏡橋の面影を再現しています。レンガ門。明治23年網走外壁所創設当時のものと、明治42年の時は外壁はすべて木造でした。これを永久的なものにするため、明治45年に作られたものです。大正8年から5年かけて製造しました。今も網走刑務所の象徴となっている赤門と呼ばれる正面玄関です。高さ 4.5 メートル、全長1086メートル。使用した瓦は150万枚で、基礎や塀の上に笠石も載っています。日本近代建築初期のものとして重要視されています。正面内側には受刑者に面会に来た人のための待合所がありました。担当の人に面会を申し込み、許可を待ち、看守が先導して中に入りました。面会については厳しい規則があり、認められないこともありました。門の右側には監視控室がありました。正門をくり抜けると行政閣に入りますので、不謹慎な人が入れないように監修が門の前に立っていつも勤務していました。網走刑務所は明治23年3月、釧路監獄の外壁所として設置されたのが始まりです。北海道中央道路開拓工事に始まり、同等の工事を始めるため、釧路監獄から網走に囚徒1200人を移動させて開設しました。最初の外壁所の壁はこのような木造の壁でしたが、脱走が容易で、外部からの侵入も簡単だったことから、時代とともに木造からレンガ建ての壁に変わっていきました。旧網走監獄庁舎。破風を乗せた正面車寄せ、押し上げ式窓。木造の下見張りは、明治10年前後、学校や観光舎で見られた様式で、和洋折衷の擬洋風建築と言われています。この旧網走監獄庁舎は、明治42年、火災消失後、同45年に再建されたもので、網走刑務所の監獄棟として使用されていました。網走刑務所の始まり。ロシア帝国の南下政策に対する北の褒美を固めるため、囚人たちを北海道に集めて開拓の先兵として作られたものです。囚人たちが作った道は124キロ。囚人が建てたトンデン兵の数が1474票。網走、釧路などを中心に道路が各地に作られていきました。特に網走から旭川、今の札幌などに作られている道は過酷を極めたと言われています。教会堂。網走刑務所は明治42年に火災によりことごとく焼失してしまいました。この建物は明治45年に復旧されたものですが、受刑者たちは神仏の宿る家だからと、どの建物より精魂込めて作ったと言われています。ここでは僧侶、牧師など宗教者が刑務所を訪れ、受刑者に人の道を解き、犯罪で荒んだ気持ちを和らげ、更生へと導くことを行った場所です。戦前、1945年までは、網走の教会事業は仏教の浄土真宗東本願寺の宗派が行っていたので、正面には仏壇をこしらせ阿弥陀如来が設置されていましたが、戦後は舞台に改造し多目的に使えるようにしました。昭和56年1981年にこちらに移築され、平成17年2005年に有形文化財に指定されました。寺中法善氏、日本で最初に免囚保護の父と言われており、この網走において重大な罪を負った囚人たちの社会出帰を後押ししたと言われています。懲罰房、外から光が入らないように作られ、またの名を闇室と呼ばれていました。刑務所内で規則を破った者が7日間こちらに入れられ、思いだけを飲まされて辛い思いをさせられました。レンガ作りの独居房、明治時代韓国代で規則を守らない者はこちらに食事を減らされた上、一定期間入れられました。窓のない真っ暗な独居房は受刑者にとって辛い刑でした。このレンガ作りの独居房は明治末期に作られ、平成3年3月に博物館網走監獄に移籍されたものです。浴場、大勢の人が寝食を共にする刑務所では、皮膚病が流行しやすく、衛生面からも浴場は大切な施設でした。受刑者も作業終了後、入浴は楽しいひとときだったと想像できます。こちらの風呂、深さが95センチ、かなり深めですね。湯船が2つあります。最初のお風呂場で3分間入り、体を洗って3分、奥のすすぎで3分、さらに顔洗って3分って流れ作業で入っていきました。網走刑務所の厨房。真ん中に見張り台がある明治45年に建てられた最新型の刑務所でした。この建物は昭和59年9月まで使われていたものです。真ん中に見張り台があり、すべての牢屋が一望できます。1番目、2番目、3番目が模範囚の建物。4番目がとても悪い人が入っていたところ。もうすぐ出ると言われているのは5番目の建物に入っていました。中央監視塔からこのように一通り見ることができます。この中でも第4棟は極悪人、不在の人が入れられたのがこちらです。中はそれぞれ独房となっており、他の受刑者と一緒に生活できなくなっていました。当時の建物は電気がなく、真ん中のガラス越しの光のみで行われました。こちらの建物は斜めに切られてまして、外からは監視しやすく、中からは外が見えづらくなっています。また、上から物を交換したり投げたりしないように、網も設置されています。最初のうちは、このように板塀で、後に畳が敷かれるようになりました。当時の囚人たちに恐れられていた一つに、平均罰があります。囚人が牢獄の中で違反行為をすると、一人で独房にぶち込まれ、昼夜一定の期間、部屋を出さないで減職をさせられ、反省させられたという罪です。さらに重罪になると、外にある闇室に移り、寝具も与えられないという厳しい罰が行われました。中に入ると当時の様子がよくわかります。面白い。いろいろ書いてある。ここにね。備品があるかないかとか、仕事の内容とか、今日は夜間独房に入れたとか、いろいろ書いてあります。便器ありだって。監獄の中には、暖房は真ん中に2箇所しかありませんでした。当時は石油ストーブがなくて、木曜ストーブを焚いて暖をとっていました。58メートルになる長い廊下にたった2台しか置かれていないので、当時はとっても寒かったことが想像できます。監獄の寒さ、この独居房には政治犯も多く収納されていました。網走監獄の厳しい暮らしを物語る彼らの言葉が次のように残されています。ただ寒かった。骨の髄に染み通る。あの言葉に絶する寒さは、6年間の網走生活の記憶を今もなお冷たく凍りつかせている。真冬には零下30度に下がることも珍しくなかった。そんな時は暖房の入った厨房の中で零下8度か9度を指し示す。吐いた息がその場で凍りつき、無数の金平糖ができる。金平糖は亀にだけできるとは限らない。うっかりすると、眉毛や鼻の頭にもできる。模範囚はこのように何人か一緒に生活することができました。当時、重罪者は独居房に入れられました。脱獄王の話。ここで有名な脱獄王。白鳥義恵さんのお話をしようと思います。天才脱獄王と呼ばれ、この男をモデルにいくつもの小説が生まれています。白鳥さんは、網走刑務所でも脱獄に成功し、後に府中刑務所で反抗的な態度が一変し、模範囚になったと言われています。当時、白鳥さんが脱獄する時に付けられていた鍵がこちらに残っています。脅迫状。受刑者が塀の外へ出て日帰りできない作業をする場合は、この脅迫所と呼ばれた仮小屋で寝泊まりをしていました。明治24年から網走から札幌へ続く中央道路開拓工事では、延べ1200の受刑者が投入され、工事の進行に伴い、脅迫所を解体しては移動する作業が続けられてきました。別名、動く監獄と呼ばれ、後に厳しい監視と強制労働で知られる一般労働者の飯場、タコ部屋の作りは、こちら模したと言われています。この脅迫所というのはかなり寒かったようで、夜寝るのはかなり大変だったようです。こちらで寝てるとね、朝起きるときには、ここをゴン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 叩いて、朝起こしたと言われています。当時の囚人の食事、ご飯、梅干し、たくあんなど、すごく質素な食事しか与えられませんでした。網走刑務所の職員庁舎、通称看守長屋と呼ばれたものです。昭和50年代まで網走川の両岸に176と立ち並んでいました。一軒の広さは9坪と狭く、間取りは現在でいうと 1LDK でした。土間、台所、リビング、食事するところ、畳のある寝室、二見ヶ丘農場、網走刑務所のこの農場は明治29年に設置され、刑務所農場としては日本一の広さがありました。この風景は春の開墾、種まき、夏の草むしり、秋の収穫を再現したものです。明治29年に開設された網走刑務所二見ヶ丘支所に電話が開通したのは昭和12年のことです。それまでは緊急を要するような連絡、定期的な報告手段は鳩を用いました。食事の様子です。いかに質素な食事がしていたかわかります。こちらは網走刑務所の12月31日の正月特別献立です。当時の軽作業の様子。こちらは豆を選別しています。韓国歴史館。囚人たちが着ていた服、渋柿で染めたもので逃亡しても目立つ服となっています。囚人たちはこのような足かせ手かせをつけられて、死と隣り合わせの生活を強いられました。網走監獄の暮らしがわかる道具。当時はとても寒く、骨の髄まで寒さが染みたと言われています。真冬にはマイナス30度まで下がることも珍しくなかったようです。明治23年1890年、小さな漁村であった網走に突然現れた1200人もの男たち。北海道を開拓に従事させるために全国から連れてこられた囚人たちです。網走の歴史は監獄から始まりました。後に網走刑務所は農園刑務所として徐々に発達しました。こちらから全国の刑務所への食料供給基地としての役割を担うようになりました。網走刑務所は凶悪犯が送られる劣悪な環境の刑務所と皆さんお思いでしょう。これは映画「網走番外地」の影響も大きいと言われています。昭和43年1968年、網走刑務所が長期収容所から懲役8年未満の B 級施設に変わってから、このイメージは変わってきています。現在の網走刑務所は軽犯罪の人たちが刑を償う場所となっています。こちらは現在の網走刑務所の様子。共同房、原則として6人が使用されています。共同部屋の広さは16畳半で83部屋あります。中には布団、水道、テレビなどが置かれています。左側に見えるのはトイレです。集団で生活するため、配置場所などはしっかり定められています。こちらは現在の独房です。一人で収容されます。広さは約4畳半、単独房は938あり、中には机、布団、トイレなどがあります。皆様いかがだったでしょうか。今回は網走にあります博物館、網走監獄をお届けいたしました。当時の囚人の生活様式、監獄の様子などがよくわかる展示となっています。北海道に来た際はぜひお越しください。ハリーは世界中の面白いところいっぱい回ってます。ハリーと一緒に世界を迷ってみませんか。チャンネル登録よろしくお願いいたします。